ドナルド・トランプ大統領が来る29日より1泊2日の日程で、韓国を公式訪問する。大統領府のコミンジョン報道官は24日午後、記者会見を開き、トランプ大統領が韓国訪問の2日目、青瓦台で文在寅大統領と首脳会談を行うと発表した。